FAV 元年の新規入会者数は前年比約270超え。昨年9月のパリーグインサイト新球場開業を控える北海道日本ハムファイターズがファンクラブを一新にて、寄稿の通り、北海道日本ハムファイターズは今季よりオフィシャルファンクラブを FAV にリニューアルした。株式会社ファイターズスポーツエンターテイメントファンクラブグループの藤田真嗣さんによれば、今年開業の F ビレッジとエスコンフィールド北海道やファイターズの躍進へ期待してお申し込みいただいた方が多数いらっしゃいましたと。2004年のファイターズ北海道移転以降、会員増加数は過去最高値を記録。新規入会者数は前年比270以上で推移しているという。新球場に行きたいた球団ファンが入ったのは多そう。入った方が色々お得だし。北広島はハムファン多いんやな。札幌にはハムファンいなかったんやな。ファンが増えるこれだけで移転大成功じゃん。移転してよかったな。日ハムの完全勝利だな。西川春樹と中田翔抜けて大量大会した人たちが戻ってきただけじゃねえのか。これのないペースで大会ラッシュだったし、まるで札幌ドーム時代では人気がなかったみたいやん。ファンのお金が100日本ハムのために使われるようになったからね。行けば行くほどあの球場は楽しいと思うよ。よくできてるもの。ちな行ったことない。そもそも去年愛想づかして解約してたやつが多そう。それだけ新スタートを切ったハムに魅力を感じてる人が多いってことよ。サツド末期はサツドに金落としたくねえってファン多かったろ。ノンテンダーも新人はサツドのせいだし。問題はいかに継続できるか。北海道移転当時だってみんなで支えてたのに、あっという間に飽きてたろ。